ああ、今回はいい湿地帯を発見したわ。こんなとこに小屋がある。ちょっと中に入ってみようかしら。誰が作ったんだろう、怖い。はえ？ウィッチの声だわ。はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん。レゴマインクラフトザ・ウィッチハットです。はい、先日紹介しましたレゴマインクラフトとザ・ネザーレールウェイに続くですね、2017年の新シリーズ第2弾ですね、はい、ウィッチの小屋ですね、うん、早速作っていきましょう。はい、はい、こちらがレゴマインクラフトのウィッチの小屋ですね。はい、このような感じになってます。湿地帯だね。うん、うん、湿地帯なので、ちょっと緑が生い茂ってますね。うん、木もあって、あとハスの葉っぱとかあるね。うん、あ、ボートもあるね。ボートもあります。はい、ボートにはアレックスが乗ってますね。はい、そしてこちらにウィッチの小屋があります。はい、で、ここにウィッチいるね。うん、はっはっはってこう言ってるね。うん、細かく見ていきますと、このような感じになってますね。うん、ここにスライムがいます。はい、ちっちゃいやつ。大きなスライムがあって、ちっちゃいスライムですね。はい、あと、ここに瓶が3つありますね。これは水が入ってる瓶っぽいね。水色だから。これはなんかそう混ぜた赤い瓶だよね。で、こっちは何も入ってない透明な瓶ですね。チェストがここにあって、中には金の剣。そしてここに松明が2本ありますね。はい、こちらがアレックスですね。スコップ持ってるんだけど、これはボートのオールでございますね。だからこれで漕いでますね。で、鉄のチェストプレートを装備してます。はい、で、こちらのボートに乗ってた感じですね。うん、裏側はこういう風になってます。だからもうコロコロコローっと進めるわけだ。うん、そしてここに豚さんがいますね。はい、で、ここに、スライムちっちゃいやつここにいます。うん、それでこちらがウィッチの小屋ですね。はい、ここにウィッチがおります。うん、ここにもう一個スライムいるんだけど、一緒にこういうつまみがあるんですよ。これをくるくる回転させることで、こうやってね、スライムが飛び出るようになってます。まあこれだけだね。ジャンプしてるって感じかな。そしてこのウィッチの小屋は上が開くようになってます。中が見られるってだけなんだけど、奥の方にはですね、クラフトテーブル、それでこっちにはホッパーがありますね。何のためかわかんないけどね。で、ここに瓶があって、これは例の毒のやつですよ。当たったらそう「うっうっうっ」ってなるやつ、カチッカチッってなっちゃうやつね。この毒の瓶がこんなとこに置いてありますね。それでこれまでのレゴマインクラフトと同じようにですね、これ簡単に取り外せるようになってますんで、もうレイアウト自由なんで、こういうふうに置き換え、そうそう、置き換え自由。小屋自体も簡単に外せますので、これもそう、これも別のところに置いて遊べるわけですね。はい。ああ、今回はいい湿地帯を発見したわ。ここだときっとスライムがいて、これからいい装置が作れそう。ああ、やっぱり、ボートがあると移動が楽だわ。スイ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 と。あれ？こんなとこに小屋がある。ちょっと中に入ってみようかしら。おや？中にはクラフトテーブルとホッパーがある。誰が作ったんだろう、怖い。はっ、ウィッチの声だわ。パリン。あー、ちっとく食らった。あー、出たー。これはまずいわ、逃げなきゃ。うわー、スライムー、どうしましょう。こっち行ったらウィッチで、あー、はよかった、毒の効果が消えたわ。さて、逃げようかしら。はい、ということで今回はレゴマインクラフトのザ・ウィッチハットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったと思った方はですね、ぜひいいねボタンお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。